皆さんこんにちは。今回は念願のパーソナルカラー診断に大挑戦、イエベとベルベ、私はどっち？思っても見なかった驚きの結果に、初めての韓国メイクにも挑戦します。診断の様子からコスメの購入品、自分の世界が広がった衝撃の一日、よかったらぜひ最後までご覧ください。おはようございます。今日は5日目かな、5日目の朝で、私は今からすっぴんなんですが、このままパーソナルカラー診断に行きたいと思っております。予約したのが11時なので、それに間に合うように早めに行動してるんですが、バスがねあんまりよくわからないので、ちょっと早めに家を出ました。韓国の学会に参加するため、夫婦2人で韓国の首都ソウルに6日間滞在中。ヨハンが仕事の間に、私は念願のパーソナルカラー診断に挑戦です。ということで、なんかねちょっと仕事でバタバタしていて、朝ごはんせっかく買ったのに食べる時間なかったんですが、あんまりまあお腹が空いてなかったので、とりあえずパーソナルカラー診断をして、お昼頃に何かパクッとできたらいいなと思っております。ちょっとここでパーソナルカラーについてご説明します。パーソナルカラーとは、肌や瞳、髪の色に調和する色のことで、その色を身につけていると、もともと持っている魅力をさらに引き出してくれるんです。季節の名前で春、夏、秋、冬の4つに分類されていて、春と秋はイエローベース、夏と冬はブルーベースに分類されています。この後診断の様子をお届けしますので、どうぞお楽しみに。あとなんか初めてさ、なんかセキュリティアラートみたいなやつがさ携帯に送られてきて、セキュリティじゃなかったんだけど、なんか今日暑いからいっぱい水飲んでくださいって、なんか携帯に送られてきたので、本当に今日はすごく暑くなりそうです。お、赤じゃない、青になったということで、今日も一日頑張ります。パーソナルカラー診断に行くところの目の前にソウルタワーが見えます。ちょっと地図を開きますね。またかわいい、あそこにさハグしてる子たちかわいい。ということで、スタジオがようやく見つかりました。今回パーソナルカラー診断を予約したボンナルさんは、ホテルからバスで1本で行けるミョンドンにあり、2日前でもオンライン予約が可能でした。日本語、英語、中国語を話せるスタッフの方が診断中に同時通訳をしてくれるので、韓国語が分からなくても安心です。パーソナルカラーだけだと14,000円、メイク付きのコースは27,000円ということで、メイクをしてもらって30,000円以下だったらぜひやってもらおうかなと思ったんですが、日本のパーソナルカラー診断ってこれより高いですか、安いですか？コメントでぜひシェアしてくださると嬉しいです。早速診断開始。まずは診断に影響が出ないように髪と着ている服を白い布で隠します。私はイエローベースかなって思ってるんですけど、本当にかそうなんです。なんとなくなんですが、これまで自分はずっとイエローベースだと思って生活していたので、普段もよくオレンジ系のメイクをしたり、イメチェンをした時も髪色をオレンジにしたりしていました。いよいよドレープと呼ばれるカラフルな色の布を当ててもらうんですが、私がイエベかブルベか、ぜひ一緒に予想しながらご覧ください。こちらはヒーローベイでございます。こちらはブルベのどちらの色の方がお客様の肌を少し綺麗く見えますか？こっち、うん、クール、うん、実際に布を当ててもらうまで完全にイエローベースだと思っていたんですが、ブルーベースのピンクの方が肌がパッと明るくなる感じがしてちょっとびっくり。え、もしかして私ってブルーベース？こちらはヒーローベースでございます。실원톤컬러도입주변부터노란게강해지면서얼굴선이흐려지고 부어 보이고요.
黄色べを当てはまりますと、唇の部分、周りの部分が少し浮かんで見える感じがしますので、표정으로봤을때노란게거치면서피부결훨씬더균일해지고얼굴선도선명해집니다その代わりに、こちらのブルーベイの場合はお肌の部分ももっと綺麗になったり、浮かんでる部分も綺麗になりますので、意外びっくり。こうやってたくさんの色の布を当てて顔色がよく見えるかどうか、お肌が綺麗に見えるかどうかなどを一つ一つチェックしていきます。皆さんは私がイエベかブルベどちらだと思いますか？ヒューズにちょっと얼룩져있는게黄色べの部分を当てはまりますと、顔の部分が少しデコボコ感の感じがしますので、それはフルトンを押しているのよ。なので負担の場合は、果たして結果はブルーベイでございます。実はこの時、え、本当にという気持ちでいっぱいでしたが、ブルーベイの中でもキッズが夏と冬がありますので、どちらの方が当てはまるのかを診断します。パーソナルカラー診断は続きます。気になる続きはこれから。こちらの方は夏のブライトでございます。こちらは冬のブライトでございます。冬のこちらの色を当てはまりますと、ほっぺたの部分も少し赤みがもっと出てしまいますし、あと影も持っていますので、少し顔色が黒く見えると思います。その代わりにこちらの色を当てはまりますと、色味影もなくなりますし、もう少しナチュラル感で綺麗な色を持っています。肌のキメも너무쨍은겨울보단여름컬러가잘어울린다고보시면되고요。なのでお客様の場合は、冬の鮮やかさ、高い鮮やかな色よりは夏の色の方を少しお勧めしています。ここでびっくりだったのが、パーソナルカラーは4種類に分類されると思っていたんですが、今回の診断では12種類の中から結果を出していただけるとのこと。まずは基本となる季節の診断があり、さらにそこから3つに分けるという方法で、色の3つの要素である色相、明度、彩度と清濁という観点から分析をするそう。つまり4つの季節プラス色味、明るさ、鮮やかさ、くすみかかっているかどうかという基準で、より詳しく自分に似合う色を知ることができるそうなんです。この明るさの色をお客様に当てはまりますと、影がなくなりますので、もう少し肌色がきれいく明るく見えます。これが何でしたか？こちらが夏のミュート、灰色が混ざった色でございます。じゃあ次は白色を混ざった色をお見せします。なるほどね。ライトコナレリア、こちらは夏のライトでございます。どっちがどっちですか？2つともライトでございます。どっちもライト、こちらの明るさをお客様に当てはまりますと、もう少し肌の部分を鮮やかに明るく見せる効果を持っています。その代わりにこちらのミュートの部分を当てはまりますと、肌の色が少し水分が通った感じの色になってしまいます。회색이섞여있는컬러보다는흰색이섞여있는컬러가잘어울리시는분이고요。なので肌灰色が混ざった色よりも白色が混ざった色の方をおすすめしています。これとこれの方がこれよりいいってこと？はい。私が絶対選ばない色。이색상은선택을잘안하시는데요。바라보시는데요。これ僕が選ばない。でもよく似合っていますっておっしゃりました。그래서브라이트컬러에서는이목구비가좀더선명해보인다는장점이있어서일단브라이트랑라이트중에서비교해볼게요。브라이트의경우는메하다치의부분이くっきりしている부분이있기때문에こちらライトとブライトの部分をちょっと見極めていきます。まさか鮮やかなピンクが似合うなんて人生で一度も考えたことがなかったのでびっくり。こちらの部分はペイル色なんですけれども、白色がたくさん混ざった色でございます。こちらも白色が混ざった色でございます。こちらの場合はお客様の輪郭がもっと目立つようになっていますので、くっきり感があります。
サイドの部分が減っていくとお客様の顔の部分も影がなくなるんです。あと唇の色も白く変わってしまいますので、うんうんうん、本当だ、うん、様々な種類の青を試し、少しサイドが高い色が似合っていて、グレーが入ったくすみカラーは避けた方がいいということが分かりました。青は青でもこんなに印象が変わるなんて正直驚いています。もしグレーの方にお客様が来たい場合は、うん、ネイビーの方をもう少しおすすめしています。ネイビーがすごくお似合いでございます、うん、ネイビーって実は全然持っていない色だったので、ぜひこれから参考にしたいなと思いました。そしてついに診断結果が決定しました。お客様は夏のブライトタイプでございます。私が普段買わない色だった。すごいさ、ニューシーに着たいなと思ってたけど似合わないかなと思っていつもあっちばっかり買ってた。オータム、一番オータムの方で、そうなんです。こちらは H&M で爆買いをした動画なんですが、夏でもくすんだ色やイエベカラーのアイテムを選ぶことが多かったんです。次にベストカラーという自分にぴったりな色たちを選んでいただきます。私は黄みがかった色とグレーが入ったくすんだ色を身につけると肌が乾燥して見えるので、できるだけ避けた方がいいよということを教えてもらい、私だったら普段絶対選ばないような色もどんどん出てくるので、新しい色たちを自分の世界に迎え入れるような気持ちでなんだか楽しくなってきました。白色がたくさん混ざった色の場合はお客様の肌が少し明るく見える効果があるんですけれども、うん、その代わりに少し淡く見えてしまう部分がありますので、うん、その時はメイクされますと大丈夫なので、うんうん、そしてついにベストカラーの発表です。こちらがサイドが少しある、うんうん、パーソナルパステルカラーでございます、うんうん、こちらがお客様のパーソナルカラー、似合う色、はい、似合う色でございます、こちらの方がベストカラー、ベストカラーでございます、そしてワーストカラーもまさかの色でした。こうやって並べてみるとかなり印象が違ってびっくり。皆さんはどう感じましたか？これはトップスを例えば明るいものを着て、はい、なんかああいう暗いので合わせるとかはいいんですか？なんかトップスを着るときに気をつける、それとも全体？それは関係ないんで、トップの部分が顔と一番近いじゃないですか、なのでベストカラーを着るのをおすすめしているんですけれども、もうズボンとかパンツの部分は顔の部分から、確かに、離れていますので、関係ない。なるほど、なるほど。そして最後に似合うモノトーンカラーも見ていただきました。次は白色なんですけれども、クリーム黄色が少し混ざった色を着てしまいますと、お客様の顔が少し黄色くなってしまいますので、真っ白の色の方をおすすめします。灰色はそこまでおすすめはしません、なのでお客様が少しちょっと暗い色を着たい場合は、灰色よりはこちらの色の方をおすすめ。これはネイビーですか？ネイビーでございます。黒色の場合は少し重たい感じがしますので、ネイビーのレベルの方がお客様も少しおすすめお似合いでございます。ネイビーボタン、この色はネイビーでしょ？黒色よりはネイビーの方をおすすめでございます。この後は診断結果をもとにした似合うコスメや色味の使い方、パーソナルカラーに合わせたメイクもしていただきます。参考シンプルと잘어울리시는분이에요。アイシャドウの場合、グリトーの場合はシモグリト両方とも採用できます、まずは診断結果を一緒に振り返りながら、右側には似合う髪の色やジュエリーの種類、おすすめのコスメの使い方なども教えていただきました。シャドウも同じよく黄色べとオレンジ色
で、あのベースではないピンクベースの方をおすすめしています。ブラウシャーとマッチです。ブラウシャーも同じでございます、うん、あのシェーリングの部分も黄色ベースよりもこちらみたいに灰色が少し混ざった感じの色をおすすめします。ハイライトの部分もあの黄色ベースではない、あのピンクベースの方をおすすめします。こちらは唇リップカラーでございます。약간채도있는ピンクリップ、この左のオレンジのリップは似合わない色でした。で、この赤は赤みがあるのでこう薄く塗るといい感じの色になるんだけど、このピンクはいいんだけどちょっと白みがあるので他の色と混ぜる方が綺麗に見える。この色と一緒に使う、両方使えばいいのね。 OK です。で、こっちは今日持ってきたやつで言うと使っていい色、似合う色がこことここ、うん、だけどこの黄色っぽいのが入ってるとよくあんまりないので、これは良くないそうです。黄色オレンジ、黄色オレンジ似合わないとのことでした。ちょっとびっくり、私がいつも使うコーラルオレンジが意外に似合わないのがびっくりです。まず最初にこれを塗って、次にこのピンクを塗るとこの色になりました。かわいい。ファイルがあの好きじゃなかったら色だけ見ても大丈夫なので、うんうん、パーソナルカラーの先生にその場で質問ができたので、私のベストカラーが置いてありそうなおすすめのショップをいくつか教えてもらいました。この3つ以外にも皆さんのおすすめのアパレルブランドなどがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。これからメイクしてもらいます。いい感じ。ツッピンの状態からまずはこのクリームでお肌の保湿をしていただき、ベースメイクからスタート。そうそう、パーソナルカラー診断をする前にカメラで肌をスキャンしてもらって、自分の肌の色味の特徴についてもいろいろ教えてもらいました。私は肌にとても赤みが出やすいので、普段のメイクよりももっともっと丁寧に、そして自分に似合う色を使ってメイクをしてもらえるということなので仕上がりがとっても楽しみです。アイシャドウもこんなにたくさんの中から自分に似合う色を選んでもらったんですが、私が普段使わないピンク系のラメを使って目元を可愛くキラキラにしてもらいました。そしてアイラインはこんな感じ。続いて数本が束になっているつけまつげをナチュラルに目の形に合わせてつけてもらうと、パーソナルカラー診断をやってもらった直後で、私ブルベサマーだからこのサーモンピンクみたいなケープ確実に似合ってないよなと思ったんですが、皆さんはどう思いますか？やっぱりこの色だと肌がくすんで見えるかな。カメラ越しで少し分かりにくいんですが、ハイライトやシェーディングもしっかり入れてもらい、この薄いピンクのチークをほんのり塗ってもらって、最後にこのリップで色を足したら、キラキラじゃーん、終わった。終わってメイクしてもらって可愛くなった。はい、ということでこのスタジオボンブナールさんにお邪魔して、あの撮影もねちょっとさせてもらったりして、無事にあのパーソナルカラー、そしてメイクも完成です。多分さ、今がさ一番さ汗かく前のさ綺麗な状態なので、皆さんにそれをお届けしております。すごい、私がさやらないメイク、あの特にさ肌の仕上げ方が全然違って、あーこうやって肌をさ綺麗に見せるのかと、やっぱツヤのある見せ方だったりハイライトの入れ方だったり、このシェーディングもさ顔全体に入れてもらったりして、ちょっと勉強になったし、
何よりも私に似合う色が私がすごく勘違いしてたことがびっくり。なんか私勝手にさクール系が似合うと思ってたらさ、そうすごい可愛いピンクが似合うんだっていうのにすごく嬉しい驚きがありました。つけましたの何年ぶり、10年ぶりぐらいかもしれない。このつけまもつけてもらって、なんか1本ずつではないけどちょっと束になってるのを5個ぐらいつけてもらって、今こんな感じです。なんかずっとさピンクいいなとか思ってたんだけど、でもまさかオレンジが似合わない肌のトーンだったとは思わなかったし、でもなんかやっぱり最近の動画を見るとさ、オレンジメイクしてる時のさなんか顔のくすみ方とか、なんかこの動画で映る時のなんだろう顔のコントラストが変だなとか思ってて若干気づいてたような気もするから、ちょっとすごく納得がいった、あの1時間半ぐらいかな結局してもらって、はい、すごく楽しかったです。もう本当に最高すぎ、はい、大満足で、あのリップも買って、教えてもらったリップを3つ買ったので、これで私はもういいでしょう。じゃじゃーん、ソウル。今ソウルに一緒に来ているヨハンにもメイクをしてもらった後の写真を早く送りたくって、ここで記念撮影。これ美味しそう。何なんだろう、どうしようかな、これにしようかな。これは頼んだ冷す、なんだろう、冷たい麺です。名前が分かんない。スタジオのすぐそばのレストランにお邪魔し、辛くて美味しい冷麺をいただきました。フルーツ飴も買いました。いただきます。もうこれさ、屋台のと違って中が凍ってるシャリシャリだ。あー、口の中がすごいすっきり、冷たくて美味しいです。ここからは購入したコスメとスキンケアアイテムをご紹介します。はい、ミョンドンのオリアンに入りました。もうねすごいコスメの数がすごい、特に1階だけじゃなくて2階もあると思うんだよね。これもあのファンの方に教えてもらったフィリーミニっていうやつの傘をプレゼントとして買おうかなと思っています。気持ちよさそう。こちらもゲットしたいと思います。これは今日のメイクアップで使ってもらった時にすごい良かったので、これを買いたいと思います。今回はこのブルーファッチッツっていうのの10番、クールベストって書いてあるやつと、あとはこれの N の2番を買います。これは N っていうのと W っていうのと C っていうのがあるんだね。私はニュートラルって教えてもらったので、ニュートラル系が合うって教えてもらったので、ニュートラルで行こうと思います。ヨハンがこれを見つけてくれて、このキティちゃんのやつは、この今一番上に塗ってるミカラーですね。めちゃくちゃね、ジェルっぽくて可愛い。はい、オリーブヤングで、いろいろちょっと購入しました。特に、あのリップ系はね、こちらで買わせていただきました。よかったです。めちゃくちゃいい感じじゃない。このさメイクしてもらってちょっと可愛く仕上げてもらって、キラキラもさ入れてもらったし、こうアイメイクのところがさちょっと不思議なんだけど、でもやっぱりこうやって見るとさすごく丸い目がさ強調されて可愛くなったなと思う。韓国旅行が終わったら日本に帰国し、ヨハンと2人でイメチェンしたいなと思っていたんですが、今回パーソナルカラーの先生にブロンドと黒髪が似合うカラーだよと言ってもらえたので、人生で初めての全頭ブリーチをする決心がつきました。その様子はヨハンのヘアカットと同時に動画にする予定なので、どうぞお楽しみに。今回のパーソナルカラー診断、楽しんでいただけましたか？
まだ診断をしていない方も動画を見て思った感想や、すでに診断したよという方はどの季節かっていうのがすごく気になるので、よかったらコメント欄で教えていただきたいです。あと特にブルベサマーと知った私へのアドバイスなどがあれば、じゃんじゃんお待ちしています。それではまた土曜日の動画でお会いしましょう。ヘイノー。